はい、YouTube クリニックの植松です。さあ、登録者1万人を超えたということで、今回から新しい企画を始めたいなと思います。マシュマロ返しですね。私の Twitter で、まあ、マシュマロを始めて、まあ、大体のマシュマロはその場で返すんですけれども、まあ、1日1本ぐらいは動画で、まあ、皆さんと共有するような形で、まあ、一緒に答えを考えていきたいなと思いますので、まあ、お付き合いいただければなと思います。毎週金曜夜10時から飲みライブというような形で、まあ、皆さんと意見交換もしてるんですけれども、夜10時からっていうのはかなり遅いじゃないかとか、もう寝たいよというような方とかも結構いらっしゃいますので、マシュマロだったら、まあ、時間を問わないということもありますから、まあ、ぜひ、まあ、飲みライブはちょっと辛いけどこっちだったら、まあ、できるという方はマシュマロの方で送ってください。概要欄とか私のツイッターとかにアドレスは入ってますので、そこら辺でポンと投げていただければなと思います。早速なんですけど、最初の質問から入りたいと思います。登録者1万人達成おめでとうございます。いつも相談内容や質問内容に真摯に回答していただきありがとうございます。植松先生の死に対する考え方、尊厳死や自信の死のあり方、これは自分の自信でしょうね、自信の死のあり方について私はすごく共感することが多くてとても嬉しいのですが、独特の思考なのでなかなか理解されないこと多いですよね。メンタル弱々な私はドン引きされるのが怖くて、あまり他の人に死生観とかは言えませんが、植松先生がズバッと言ってくださるので気持ちよく見せていただいてますということですね。まあ、前半と後半に分かれますね。尊厳死とか、まあ、自分の死のあり方、死生観についてのことと、あとはこういったことを他人に言うとドン引きされるんだというようなお話です。このすごく共感する尊厳死や、まあ、自分の死のあり方についてということなんですけれども、よくこの YouTube クリニックの方では、まあ、尊厳死、まあ、過度な医療によって、まあ、命を延ばすようなことはしないというようなことですね。食べられなくなって、あとは胃ろうでとか、まあ、そういったこととかはせずに、まあ、自然な死のあり方でいこうとか、あるいはおそらく質問の方は積極的安楽死のような、まあ、今後、まあ、良くなる見込みがない状態で、まあ、苦痛がどんどん大きくなってくるような状態であれば、自分の死はどういうふうな形で、まあ、終えたいかとか、まあ、そういった自分で死を選ぶこと、積極的安楽死というような形を言いますけれども、まあ、そういったこともまあ視野に入れていいんじゃないかというようなことをクリニックでは言ってますので、まあ、そのことも言ってるんだと思います。で、自分の死とかいうことに関しても、まあ、そこまで生きることに執着をしないというようなこと、まあ、それよりも自分がどう生きたいかっていうことをまあ大事にすることが QOL とか、まあ、生きてて楽しいというような感覚になるんじゃないのかと、人の幸せにつながるんじゃないのかと言っていることをまあ言っているんだと思います。これはまあすごく共感することが多いと言ってくださるのは嬉しいし、まあ、そういった方って実はまあ医療者の方とかは多いです。なのでこう独特の思考っていうわけじゃないんですね、まあ、実際に医療をしていて、まあ、点滴とかでまあ生きながらえるとか、まあ、呼吸器をつけて生きながらえるっていう方ももちろんいらっしゃいますけれども、まあ、それを自分のまあ意思としてこれが最後の死のあり方として望ましいかっていう方はそこまで多くはないかなということを感じる医療者はまあ結構いらっしゃいますので、まあ、独特というわけではないです。ぜひご覧になっている方とかは、まあ、どういった形でまあ死を迎えたいかというのは考えていただきたいと、まあ、その死に方を考えることが、まあ、生き方を考えることにつながるのだと。例えば、まあ、前回山田先生がまあ最高の老後というような形でまあ講演してくださったんですけれども、まあ、自分の価値、生きがいとかはどこにあるのかとかいうことを考えることが、まあ、最高の老後を迎えるまあ一つのヒントになりますよというようなことをおっしゃってたんですけど、同じですね。例えば最後まで仕事がしたいということであれば、まあ、頭とか、まあ、体とかを丈夫な状態で、まあ、保っておきたいので、まあ、あらかじめ自分の体のメンテナンスとかをしておきましょうと、後悔しないようにしておきましょうというような行動につながるわけですよね。で、そうして自分の、まあ、クオリティオブライフが上がっていくということなので、まあ、これは至って普通のことだと思います。で、後半ですね。メンタル弱々な私はドン引きをされるのが怖いということで、他の人に言えないんだということがおっしゃってますけれども、まあ、他の人にね、そんなに積極的に言う必要はありません。もちろん家族とか、まあ、近しい人とかには言ってはほしいんですけれども、まあ、基本他の人に急にまあ死ぬことについてとか、まあ、議論とかをふっかける必要はないと思いますので、まあ、自分のまあ死生観を捉えて、まあ、これが大事なんだっていうのをしっかりしてもらえれば、あとは自分の行動に現れますので、で、それでその行動を見て、まあ、他の人がなんでそういったことをするのとかいう疑問が湧いた時にそっとお伝えすればいいんじゃないのかなと思います。そうすると、まあ、お互いに理解がスッといくんじゃないのかなと思います。急に、まあ、あまり話さない状況で、まあ、人はこうやって死ぬべきだとかそういったことを言うとさすがにドン引きはされると思いますけれども、まあ、自分の行動を見て何か親と思った時に、まあ、その人に対して答えてあげると、まあ、スッと
まあ、聞いてくれるかなと思いますし、私も大体そういった形で、まあ、他人にまあ伝えるような形をしています。まあ、こういった形で答えていきたいと思いますので、まあ、下の概要欄とか私のツイッターからマシュマロ投げてください。まあ、1日1個できればいいかなと思ってます。それじゃあまた。